オラップキューブの例をラップキューブはデータの多次元配列である。オンラインアナリティカルプロセッシングは洞察のためにデータを分析するコンピューターベースの手法である。ここでキューブという用語は多次元データセットを指し次元数が3より大きい場合、ハイパーキューブとも呼ばれる。キューブは2次元または3次元のスプレッドシートの多次元の一般化と考えることができる。 例えば企業が製品ごと、期間ごと、及び都市ごとに財務データを集計して、実際の費用と予算の費用を比較したい場合すると、製品、時間、都市、シナリオはデータのディメンションである。データが任意の数の次元を持つことができる場合、キューブは多次元データセットの省略形である。ハイパーキューブという用語は、特に三次元を超えるデータで使用されることがあるが、 厳密な数学的意味では、すべての辺が必ずしも等しいわけではないため、キューブは立方体ではない。しかし、この用語は広く使用されている。スライスはすべてのセルで一定に保たれる次元の用語で、スプレッドシート、またはピボットテーブルの次元の物理空間に多次元情報を表示できる。キューブの各セルには、売り上げ、利益、費用、 予算、予測など、ビジネスの、メジャーを表す数値が保持されている。オラップデータは通常、リレーショナルデータウェアハウスのスタースキーマ、スノーフレークスキーマ、または専用のデータ管理システムに格納される。メジャーは、ファクトテーブルのレコードから派生し、ディメンションは、ディメンションテーブルから派生する。ディメンションの要素は、階層、親子関係のセットとして編成される。通常、 親メンバーはその子を要約する。例えば、2005年5月の親は2005年、第2四半期で、2005年は2005年の子となる。同様に、都市は地域の子である。製品は、製品グループにまとめられ、個々の費用項目は支出のタイプにまとめられる。データを階層ディメンションを持つキューブとして考えると、概念的に単純な操作になり、分析が容易になる。 データコンテンツを使い慣れた視覚化と揃えることでアナリストの学習と生産性が向上する。回転とドリルダウン、アップによるスライスの指定を通じてページ表示を対話的に呼び出すことによってユーザーが開始するナビゲーションプロセスはスライスとダイスと呼ばれることがある。一般的な操作にはスライスとダイス、ドリルダウン、ロールアップ、ピボットがある。オラップ、 スライススライスはディメンションの一つに単一の値を選択してキューブの長方形のサブセットを選択しディメンションが一つ少ない新しいキューブを作成するものである図はスライス操作を示している2005年と2006年の会社のすべての販売地域とすべての製品カテゴリーの売上高はデータキューブからスライスされているオラップダイスダイスダイス操作は アナリストが複数の次元の特定の値を選択できるようにすることでサブキューブを生成する図はダイス操作を示している新しいキューブは限られた数の製品カテゴリの売上高を示し時間と地域のディメンションは以前と同じ範囲をカバーしているオラップドリルアップとドリルダウンドリルダウンアップによりユーザーは最も要約されたから 最も詳細なまでの範囲のデータレベル感を移動できる。図はドリルダウン操作を示している。アナリストはサマリーカテゴリー、アウトドア出走ずらスタンから移動して個々の製品の売上高を表示する。ロールアップ、ロールアップにはディメンションに沿ったデータの要約が含まれる。要約ルールは階層に沿って合計を計算したり、利益イコール売上費用などの一連の数式を 適用したりするなど集約関数になる場合がある。一般的な集計関数はロールアップ時に計算するのにコストがかかる可能性がある。キューブのセルから決定できない場合はベースデータから計算する必要がある。オンラインで計算するかロールアウトの可能性を事前計算する必要がある。セルから決定できる集約関数は分解可能な集約関数と呼ばれ、 効率的な計算を可能にする。例えばカウント、MAX、MIN や SUM はオラップで簡単にサポートできる。これらはオラップキューブの各セルに対して計算され、その後ロールアップされるためである。全体の合計は小型の合計だが、メジアンをサポートすることは困難である。メジアンはビューごとに個別に計算する必要があるためである。セットの中央値は、 サブセットの中央値ではない。オラップピボットピボットを使用するとアナリストは空間で立方体を回転させて様々な面を見ることができる。例えば特定の市販機のデータを表示しながら都市を垂直に配置し製品を水平に配置できる。ピボットでは製品を機関に置き換えて単一の製品の時間の経過に伴うデータを表示できる。図は ピボット操作を示している。キューブ全体が回転し、データに別の視点を与える。データベース理論では、オラップキューブは RDBMS の遮影を抽象化したものである。次数 N を前提として、X、Y、Z をキーとし、W を残差の属性とする遮影を考えた場合、これを関数として述べると、属性、X、Y、および Z はキューブの軸に相当し、 W 値はキューブのカクセルにデータを取り込むデータ要素に相当する。二次元出力デバイスが三次元を簡単に述べることができない限り、データキューブのスライスの遮影を使用することがより現実的である。これは主キーが隠される可能性があるものの意味的な重要性はあり、おそらくユーザーの関心がある。特定の Z の値の参考関数表現のスライスと考えられる。 オラップ表示の背後にある動機をたどると、1980年代の DBMS のクロスタブレポートパラダイムと、1904年の初期の分割表に行き当たる。結果は、X の値が行1ドルに入力される、スプレッドシートスタイルの表示 Y の値は、ドル、A 列に入力 G、W の値は、X ラベルのついた列と Y ラベルのついた行の交点、南東、つまり、 ドルビードルの個々のセルにドルビードル自体を含めて入力する。ありがとうございます。